医療法人博文会双葉病院は福島県双葉郡大熊町にある医療機関。当院周辺は東京電力福島第一原子力発電所から約 4.5km の位置にあり、福島第一原子力発電所事故による警戒区域内に位置しているため閉鎖されている。この節は医療機関に関して執筆中です。過失。 訂正してくださる協力者を求めています。東北地方太平洋沖地震及び福島第一原子力発電所事故に伴う避難行動の混乱により多数の患者が死亡し、一時は医療関係者の責任放棄があったとの誤報が生じている。東北地方太平洋沖地震発生当時、同院には認知症患者ら340人が入院。 近隣の冒険の介護老人保健施設、同ビル双葉には98人が入所していた。どうや、福島第一原子力発電所の事態を知った、病院スタッフらは、大熊町に対し対応を要請。翌12日早朝には、大熊町全町民に対し避難指示が出された。第一陣として、移送可能な患者209人と医師らが、バス5台で避難した。 患者、入所者227人と病院の院長、同ビルの施設長、事務課長は次の救助隊の来園に向け、病院と同ビルに待機していたものの、この情報は共有されていなかった。このためもあって、13日に救助は来なかった。3月14日朝6時半、同ビルの全入所者98人と、双葉病院の患者のうち34人が、 自衛隊の車両で福島県いわき市の高校へ向かうが移動に14時間を要した。車内で3人が死亡し、搬送先の病院を合わせ計24人が死亡した。院長と同ビルの施設長、事務課長、避難先から戻った医師、看護助手らは電力や水道が使えない中、残る95人の患者の看護に当たった。救援の自衛隊部隊は 原子力発電所の状況の切迫性を受け、一時退避を行っており、行動に遅れが生じている。14日夜、院長、病院スタッフらは、福島県警察から避難を命じられ、患者を残し警察車両により移動させられた。病院に戻ろうとしたが、許可されなかった。残留患者数を把握できていなかった、自衛隊は、15日以降も、 救援隊を複数回派遣し、患者の搬送を行った。残る95人は、病状を把握していない自衛官らにより15日午後までに避難完了したが、避難途中に7人が死亡し、最終的には、同ビル双葉の入所者を含め50人が死亡した。この件に関し、福島県災害対策本部は、避難時に医療関係者が残留していなかった旨を広報し、 一部の大手マスメディアは、委員長が患者を置き去りにしたと報道する事態となった。しかしながら、医療関係者は避難の指揮をとっており、3月14日の移動も自衛隊との合流を目指したものであったことから、医療関係者が責任を放棄したというプレスリリースは誤報であり、県災害対策本部は後に訂正を行っている。ありがとうございます。